ボールミルは粉砕機の一種でセラミックなどの硬質のボールと材料の粉を円筒形の容器に入れて回転させることによって材料をすりつぶして微細な粉末を作る装置である。ボールミルには艦体、胴体として鋼、ステンレス、ナイロンなどのものがあり、打ち張りとしてミル用アルミナレインが直筆、天然形石、ゴム、ウレタンを用いる。 玉石は、高アルミナを主成分とする、アルミナ球石、天然形石、鉄心入りナイロンボール、ジルコニアボールなどがある。湿式と乾式の粉砕方法があり、セラミックス、研磨剤、顔料、ガラス、フリットなどの微粉砕に用いられる。金属に、機械的な力を加えての合金製作にも、用いられる。セメント工場等で用いられる大型ボールミルは、 媒体として鉄球が用いられており、鉄球の衝撃と摩擦により微粉砕が行われる。中仕切りにより、胴体が2室に区切られ、第1室では体型ボールによる衝撃粉砕が、第2室では小形ボールによる摩砕が行われている。ありがとうございます。